このようなところに湖があるとは思いませんでした。泳げるような広い湖があってよかったよ。この大陸に来てからは海岸を除けば泳げるような場所はなかったから。あら、まあ嬉しいですわ、レックスさんに気遣っていただけるなんて。ですがあまりお気遣いなく、地上でも普通に生活できますから。水の中にいると落ち着くというか安らげるというか、ユリシースにとって水場は精神的な拠り所なのかもしれませんね。もちろん乾燥した土地や暑いところよりは水場の近い潤いのある場所の方が肉体にかかる負担は少ないですけれど。前の大陸に比べるとこの大陸は極端に水場が少ないからね。アルボルが言ってたけど、この大陸に不毛な土地が多いのは闇の軍勢の影響によるものだって。でしたらもう少しの辛抱ですね。だってレックスさんがこの世界に光を取り戻してくれますから。そうできるように頑張らないといけないな。でも一人じゃ無理だから力を貸してくれないかな。私でよろしければ、もちろん喜んでレックスさんのお力にならせてください。レベリーが力を貸してくれるならこれ以上心強いことはないよ。これでまた一つ終わりに近づいたかな。それはこれからの努力次第でしょうけれど、終わらせることができるように頑張りましょう。そのために私もできるだけのことはいたします。そういえばレベリーは虹の雫のことで。いえいえ、気になさらないでください。この大陸も光が戻ればきっと昔の豊かさを取り戻せるはずです。住めば都と申しますし、全てが終わったその時にはこの大陸で暮らすのもいいかもしれませんね。この大陸で暮らすか、それもいいかもしれない。私子供が大好きなんです。だから子供がたくさん欲しくて。レベリーと一緒になれる人は幸せ者だよね。子供の時から一緒にいるからわかるけど、本当よく気がつくし優しいし。レックスさんは幸せになりたいですか？そうだね、叶うなら人並みの幸せが手に入れられればそれ以上望むことはないかな。よかったです。でしたら私と一緒になりましょう。レックスさんおっしゃいましたよね、私と一緒になる人は幸せ者だって。レックスさんのお相手として私はいかがですか？俺でよければ。俺がレベリーの？私ではご不満ですか？いや不満ってことはないけど、その心の準備というか、なんというか。心の準備であればこれからすればよろしいですわ。では決まりということで。それでは婚姻の儀として私と誓約を結んでもらいます。婚礼の儀と申しましても難しいことではございません。私と口づけを交わしてさえいただければそれで終わりです。ただ一つだけ注意してください。ユリシースは殿方の裏切りを決して許しません。もし誓約を破ったその時は。その時は私の血肉となり、全ての意味で償いをしていただきます。それってもしかして俺が、そのもしかして。ええ、ガブリと頭のてっぺんから足の先まで美味しくいただきます。あら、
本気になさらないでください。冗談ですよ。そんなに驚かないでください。そうだよね、冗談だよね。なるほど、これらは全て奴らの仕組んだ罠ということか。推測でしかありませんが、全ての状況から判断するとそうなるかと思います。こいつの太刀の悪いところは、罠だと分かっていても避けて通ることができないってことだ。ここで退いてもこれまでと状況は変わらない。早々に決着をつけねば、いずれこの大陸は奴らのものとなるだろう。こうなるとダンダルガン要塞が何とも惜しい。あそこまで破壊せずに置いてくれればと思わずにはいられんな。敵の本拠地まではもう少しなんでしょ。だったら守りのことなんて考えないでパパーンと攻めちゃえばいいじゃない。ディサドガザを拠点とした場合、直線距離で考えれば、バルザフまでさほどの距離はない。だが、ビサドガザから精神することはできない。デスバリーか。知っているのならば話は早い。デスバリーは毒を含んだ霧に包まれている。聖ある者が足を踏み入れ、生きて戻れる場所ではない。どうすればいいの？デスバリーの北に広がるラロヘンガ砂漠を越えていくしかない。砂漠側にも霧が張り出しているため、大きく迂回し砂漠のただ中を進むことになるが、それしか道はない。船で向こう側へ行くことはできないのですか？それはとっくに試した。以前に言ったように海岸線は切り立った崖ばかりだ。さらに悪いことには、海岸線は浅瀬が多く、上陸場所を探すことすら困難な状況だ。せめて前もって上陸地点を制圧しておくくらいのことがなければ、船で軍勢を運ぶことなど到底できん。そっか、レベリーはユリシースだから海のことはお手の物だったね。俺たちはラロヘンガ砂漠を越え、上陸地点の制圧を行います。ザブルク王は輸送船の手配をお願いします。何も海路を使い、兵を輸送する必要はありません。兵の武装や糧末、その他大型の兵器などの運搬に役立てられます。携行品を少なくできれば、それだけ身軽に動けるようになり、長時間の行軍もしやすくなるか。海の中にどんな危険があるかわからないけれど、これは君にしかできないことなんだ。どうぞご心配なく。私にとって海ほど安全な場所はありません。船の船頭は私にお任せください。今回のことはケイに任せよう。必要なだけ兵を連れて行ってくれ。分を祈っておるぞ。して休んでないでさ、早くあいつらを倒しに行った方がいいと思わない？まあまあ、そんなに慌てなくたって、お宝は逃げやしないよ。お宝じゃないっての。久しぶりに海で泳げるのですね。待ち遠しいですわ。わざわざ危険な道を歩むことはないのですよ。
あなた方がレックスと行動を共にする理由はありません。このようなことに関わらず、自分の人生を歩んだらどうですか。何言ってんの。レックスが負けたら次は私たちなんだよ。人事なわけないじゃん。これが私の選んだ道ですから。皆さんのお役に立てること以上に幸せなことはございません。僕にとっては人事だけど、けどさ、お宝って危険の中にしかないものなんだよね。だからこそ輝いて見えるっていうか、手に入れるまでが困難であればあるほどお宝は貴重なものになるんだ。それはさ、単にお宝が貴重だってだけじゃなくて、自分がどれだけできたかってことの証だから。だからね、この冒険が終わったら、僕はきっとこれ以上のものはないってほどのお宝を手にしているはずさ。そう考えたら途中でやめられるわけないでしょ。それが絆というものですか。多くの時間を共有することにより生まれるもの。時間の長さなんて関係ないって。要は私が気に入ったってだけなんだから。私、皆さんのことが大好きです。大好きな方のそばにいたいと思うことは自然なことではないでしょうか。この世界に人の感情ほど推し量れぬものはありません。いいじゃん、そんなの分からなくたって。分からないことは多い方が人生は楽しいって言葉知らない？真面目に考えないでよ。僕が言ったことなんだから知らなくて当然だって。さてと、明日も早いみたいだし、そろそろ寝よっかな。そうですわね。夜更かしはお肌の大敵ということですし。そうなの？それじゃ早く寝ないと。それではおやすみなさいませ。おかしなものです。私自身のことでさえ理解できてはいないというのに、他人の心の内を知ろうとは。この心の動きこそ人である証なのでしょうか。ですが、私は所詮私も道具でしかないのです。そう、心などない、あるがままの世界を映し出す鏡。レックス、あなたは私の希望となるのでしょうか。それとも絶望となるのでしょうか。私に分かることは何一つありません。すべてはあなた次第です。